韓国から指名手配されてます葛飾区議会議員の鈴木信之です。トルコ出身のクルド人が、違法行為ね、交通違反をして、で、警察官に止められて、それでもなお指示に従わないということでね、まあ抑えられたというかね、暴行を受けたわけじゃありませんよ。それに対して違法行為であるということでね、これまで、何回か警察署に、しかも毎週デモ行進をするというようなね、なんか異常な事態が渋谷警察で起きてます。でね、これはね、外国人はもちろん、人権は、日本国で認められます。ですけれども、在留制度というね、日本国政府の在留許可を得て日本にいる、この在留制度の範囲内で、やはり外国人の人権も認められという制限下にあります。なぜならばね、職業選択の自由もやはり制限下にある。いつ強制送還されるかわからない。それはあくまでも日本国政府の、許可のもとにいるわけですから、地域住民に、なることはあっても日本国民ではないんですよ。そういう意味においてね、今回のトルコ出身クルド人の方たち、勘違いしちゃいけない。やはりね、ここは日本ですから、日本をね、舐めちゃいけませんよ。大東亜戦争でね、欧米列強のと単独で、4年近くも戦って、そしてアジアを解放した日本ですよ。今でこそね、ちょっとへっぴり腰外交になってますけれどもね、だからといってね、その日本に、対してですよ、警察に対して違法行為を、自らの違法行為を正当化して、警察官に謝罪しろとか職務質問が違法行為なわけないんだ。だったらこういう外国人は処罰しなければいけない、強制退去させるべきです。